皆様こんにちは。銀座元寺オンライン動画をご覧くださいまして大変ありがとうございます。私、男の着物ブランドマネージャーの江守正恵と申します。今回は風呂敷の包み方、使い方のバリエーションをご紹介してまいります。こちらの風呂敷は私ども40周年の記念に、つながりをテーマにグラフィックアーティストのカンタデロシさんにデザインいただいたオリジナルの風呂敷です。今日はこの風呂敷を使って使い方、包み方などをご紹介してまいります。ではまず基本的な包み方、お使い包みをご紹介いたします。まず物を真ん中に据えていただきまして、手前から向こうに、向こうから手前に風呂敷を乗せていただきます。角がきちんと出るように押さえていただいて、そして左が上になるようにクロスします。右手上から下に一からげしてしっかり結びます。右手で持っている方を横に流して、左手を上から下に一結びいたします。これでお使い包みの完成です。手と手が結び合うようにデザインされております。次にお稽古バッグを紹介いたします。風呂敷の対角線上に上側に包みたいものを置いていただきます。そしてこちらの角を向こうに、ぴったり角が合うように置いてください。そしてこの両端を結んでまいります。そうしましたら、この上側の角ですね、こちらを小さく結んでいただきます。こうすると下げられるバッグになります。着物を持ち運ぶ時も小物類がばらけてしまってまとめづらいですよね。そんな時に風呂敷は大変重宝です。こういった小物を風呂敷にまとめてまいります。そして平包みという包み方なんですが、このようにまとめます。バッグにも収まりが良くて本当に便利です。